その飯田さんのことよく見てみたら、飯田さん、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルメンバーシップの方もあります。ぜひご興味ある方よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もぜひぜひお願いいたします。さあ今回ですね、本当に楽しみな、どんなお話が出るのか、そんな方ね、来ていただきました。怪談カルチャーのニュースサイト怪談語り編集長のホームタウンさんです。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。ホームタウンと申します。はい、もう編集長でありながらね、プレイヤーとしても、もう怪談も100話以上お持ちで。そうですね、もう今日すごく楽しみにしてます。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。でまずですね、怪談のニュースサイト、怪談語り、これ改めてどういったものか教えていただいていいですか。怪談の、プレイヤーさんも増えて、でお客さんも徐々に増えていく中で、そういった怪談のイベントだったりとか、あとはその、プレイヤーさんのそういうキャラクター個性みたいなものを紹介するサイトがあったらいいなというふうに思って、立ち上げさせていただいたサイトとなってます。本当にこう、今全国で毎日のように、いろんなイベントがあったりしますけど、そういうところも、精力的にこう吸い上げて、皆さんにこう周知していこうっていう、本当に今のこう怪談会が、丸分かりっていうサイトですね。そうですね、そういう風になればいいなと思って、ぜひ皆さん怪談語りですからね、チェックしていただくとね、本当にもう今の怪談会丸分かりですからね、どんどんこう情報も更新されてきますので、概要欄も貼っておきます。チェックのほどよろしくお願いいたします。お願いします。でなんかまた近々面白いこともやるみたいですね。そうですね、11月の、9日の土曜日にですね、町田の方にあります、キャンプもできるようなそういう施設を使わせていただいて、大人の臨海学校という、館をですね、階段の階に変えて、臨海学校というタイトルで、階段の、原風景って子供の頃に行った臨海学校みたいな場所で聞くっていうのが多いと思うんですよ。ありましたね、その場所ももちろんなんですけど、夜ね、先生がいなくなった後、みんなでこうね、こう肩寄せ合って怪談話するみたいな、なんかそういうのもありました。そうです、それを、今一度皆さんに楽しんでもらえたらなというふうに思ってぜひ皆さんね、あの頃に戻って、素晴らしいメンバーとですね、怪談ね、もう本当にこう朝まで、味わっていただきたいと思います。100話以上ある中から、今日どんなお話披露していただけるんですか。そうですね、ちょっとじゃあ、特殊なというか、あまりこう耳なじみのもしかしたらないお仕事に関するちょっとお話というか、そういったのをちょっとさせてもらおうかなと思いまして、お願いいたします。お願いいたします。これはですね、岡本さんっていう男性からお伺いしたお話なんですけど、岡本さんもう多分60代ぐらいだったと思うんですけど、今から30年くらい前に、されてたお仕事の時のお話だそうで、そのお仕事は何かっていうと、学装なんですよ。学装って何ですか？学装って、額縁あるじゃないですか、絵とか写真とかを入れる、額縁を入れる作業、入れる作業があるんですね。絵とか写真とかを、お客様からお預かりして、それを額に入れる作業があるんですね。で、実は結構コツがいるというか、額装には結構、そういう技術的なコツが必要らしくてですね、で岡本さんも、これはなんか画材屋さんの額縁の部門の、工房と呼ばれる場所がある、でそこに、就職した時に、この話体験されたそうなんですけど、で、その額装ってどういうコツがいるかっていうと、実は額で、アクリルとかガラスとかのその面があって、でその絵画だったり写真があるんですけど、その間に実はマットって呼ばれる紙を挟み込むんですね。このマッ
ットを挟み込んでアクリルとかガラスで、まあ封をするというか額をしまうんですけども、アクリルとかガラスって結構指紋とか あとホコリとかがすごく入りやすいんですよ、うんうん、なので入れる際にあのエアーっていうエアを出しながら、はいはい、埃を飛ばしながら額を入れるっていうのに結構実は技術的なコツが必要だったらしいですね。もう面白いですけど。そうです。でこれもう岡本さんもそんなことすると思ってなかったらしくて、うん、入る前はいや普通に額入れればいいだけでしょと思ったら意外と難しいらしいんです。奥深いんだなと。奥深いんだなと思ったらしくて、でマットもすごいいろいろな実は種類があるらしくて、うん、そういうのを覚えたりとか、お仕事を始めたそうなんです。最初はそのマットと呼ばれるものの、まあ、中をくり抜くような作業とかをしてたらしいんですね、うんうん、で、この工房には飯田さんっていう先輩の、職人さんがいらっしゃったそうなんですよ、はい、でこの飯田さんっていうのが、すごくスマートな、ちょっとイケメンの方 で、うん、でしかも楽奏うまいんですって、うん、で手早くてでいいな羨ましいなと思いながら俺もああいう風に早くやりたいなと思いながらこの飯田さんにいろいろお仕事を教わりながら岡本さん楽奏の仕事を、ずっと続けてたそうなんですけどある時飯田さん宛に、絵画の楽奏の、依頼が来るんですね、はあはい、で、届いたその絵というのが、大体キャンバス20号サイズとおっしゃってたんですけど、どのぐらいかというとモナリザってあるじゃないですか、はい、あれと同じぐらいのサイズの絵だったそうなんです。どういうぐらいですか大きさって、20号って、70の5070センチ50センチって言ったかな。ああ、じゃあこれぐらいっていう。モナリザって意外と見てみると小さいらしいらしいですよね。そうだからそのぐらいのサイズだったらそうなんですけど、はいはい、その20号サイズのキャンバスの絵が届いたそうなんですよ。で、見ると本当にね構図もモナリザみたいな感じ、女性の肖像画だったそうなんですけど、ものすごく物悲しげな女の人の絵だったそう、それが油絵で描かれてたそうで、で飯田さんその絵を額装したんですよ、いつも通りすごく手慣れた感じで、パッと綺麗に入れてで箱にしまって、でこの額装したものっていうのは、依頼主のところにまた配送で送り出すんですけども、鎌倉かなんかのお屋敷だったそうなんですね、ずいぶん昔の話なんで、ざっくりの記憶とはおっしゃってましたけど、そこに、搬入するっていうことで、でその額に入れた箱を、その作業台から下ろそうとしたら、飯田さんがえってなってるんですよ。でどうしましたってめちゃくちゃ重いって言うんですよ、はい、で、あそうなんですかつって、で岡本さんも手伝って2人で下ろして、で、台車に乗せて車に入れたそうなんですね。で額が重かったのか、何なのかなと思って、それで、配送、してもらったそうなんですけど、届いた翌日に電話がかかってきたそうで、はい、でクレームだったんですって、額汚れてるって言われたそうで、でやり直してくれって言って送り返されてきたそうなんですよ。でえっと思って、で飯田さんの作業を見てる限り絶対そんなことないのに、どこが汚れてたのかなって岡本さんも思いながら、で荷物が届いたそうなんですよ。箱開けてびっくりしたんですって、で額のそのガラス面ですよね、にベタ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 っつって本当に指の跡がめちゃくちゃついてた、しかもそれ裏側からついてたって。あ、内側ってことです。外側じゃなくってね。そうなんです、で、何これって岡本さん思ったそうなんです。で飯田さんが作業やり直すって言って、でその額とガラス外したそうなんですよ。で外した瞬間に、岡本さんはちょっと隣から見てただけなんですけど、すごく生臭い匂いしたって言うんですよ、でと思って、でまじまじと改めてその絵を見るんだけど、いやなんか気持ち悪い絵だなって思ったそうで、でその飯田さんその日1日かけてその額装をずっとブツ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 なんか言いながらやってたそうなんですね、で、岡本さんが定時になってもう帰ろうかなと思うけど、飯田さんまだずっとその作業をしてるんですよ、で大丈夫かなって、でもなんかクレームなんてめったにないから、ちょっと神経質になってやってんだろうなと思って、岡本さんその日は帰ったそうなんですよ。翌日、朝いつも通り工房に出社したら、学生はもう終わってたそうで、で箱にもうちゃんと荷台に詰めて置いてあったそうなんですよ。で あると思って、で飯田さんに、あじゃあこれまた台車乗せましょうかって言ったら、飯田さんが分かったっつって、飯田さん一人でそれ持ち上げてファッて台車乗せて持ってったって言うんですよ。あれあんな重かったのにってちょっと思ったそうで。不思議ですよね。そうなんですよ。
で、その、額は鎌倉のお屋敷に無事届けられて、まあ、そこから特にクレームはなかったんですけど、その日以来飯田さん工房に顔を出さなくなっちゃったんですって。で、最初はまあ1週間ぐらい、しかも無断欠勤だったんで、無断で、そうなんです。で心配になって電話するんだけど繋がらないと、うんうん、で結局家訪ねても、もう誰も出てこないっていうことで飯田さん飛んじゃったんです、そのまま。で、まあ、岡本さんとしては何かあったのかなっていうふうに思いながらも、まあでも自分もまあ工房のその仕事、まあ徐々に覚えていったんで、まあ、飯田さんの代わりになるようにと思って仕事に励んでたそうなんですね。1年くらい経ってってだったそうなんですけど、岡本さんいつものようにその工房に、出社して、歩いてたそうなんですけど、すると向かい側からものすごく、なんでしょう、身なりのちょっとこう整っていない男の人が歩いてくると、うん、でもよくよく見たら飯田さんに似てるなと思って、うん、でも落ちくぼんだめしてて髪もまあバッサバサで、で本当にもう一歩一歩とぼ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 歩く感じで、あれでも飯田さんかなと思って思わず声をかけたそうなんですよ、はい、飯田さんですかって、あの覚えてます、岡本ですって言って、とその人でなんか言いながら、もうずっと目も合わせないそうなんですけど、飯田さん、飯田さんですよねって言ったら、ああ岡本か、うん、って飯田さんだった。飯田さんだったんですね。そうなんです。で心配したんです。大丈夫ですか飯田さんって。全然あの工房にも顔出さなくなっちゃったし、あのみんな、ね、連絡つかないって本当に心配してましたよって言ったら、俺もな、こうじゃあさ学装できないからさなってブツ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 言ってるんですよ。で飯田さん大丈夫ですか飯田さんって。でも俺もさ学校できないからさな。その飯田さんのことをよく見てみたら、飯田さん左手の指一本もなかったんです。で、飯田さん大丈夫ですかそれって。病気なのか事故なのか分かんないけど、とにかく指が一本もない。で、大丈夫ですか飯田さんって言ったら、なあ、他のさ、あの女さ、笑ってたよな。あの女さ、笑ってたよなって言いながら歩いていっちゃったって。で岡本さん直感的にですけど、あの女ってあの絵のことじゃないかなって思ったって言うんですよ。そのモナリザと同じようなサイズ構図のあの絵の女でも、岡本さんはすごく物悲しげに見えた、笑ってはいなかったと思う。でお話はもう本当にこれだけなんですよ。でこのあ と,、何かあったわけでもないですけど、岡本さんが最後に教えてくれたのは、でも本当にあの絵気持ち悪かったんだよって。でクレームがあって帰ってきて額を外した時にまじまじと絵を見てみたそうなんですよ。それは油絵で、まあ、すごく立体的な塗り込められた絵なんですけど、その女の人の髪の部分って実際に本物の紙が塗り込まれてたって。だからあの絵絶対気持ち悪いし何かあったんだと思うっていうふうにお伺いさせていただいた学装というお話でした。ありがとうございます。何があったんですかね飯田さんに、ね、本当にかまあだからその絵に見入られてしまったのか何なのか、なんか、うん、勝手にちょっと自分がね、うん、思ったのが、うん、左の、ね、手の指が全てなくなってたっていう、最初クレームあった時ってそんなはずないんだけれども、そのガラスの内側に指の指紋がたくさんベタ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 ってあったって話ありましたよね。そうです。だからそれがいくら拭いても拭いても出てきてしまうということで、もうその指の指紋がつかないように指を自分で落としてしまったのかなとか、はい、なんかそれぐらい何かこう追い詰められたことがあったのかとかいろいろ考えちゃいましたよね、うんうんうん、まあもちろん違う理由もあるんでしょうけどね、うん、そうですね。だから本当に飯田さんがなんで
まあ、来なくなってしまったとか最後まで理由は分からないし、まあ、岡本さんもその1回きり再会できたのも1回きりだから、あのあと飯田さんがどうだったのかもよく分からないけど、うん、なんかそういう、そう、まあ、やっぱり永遠に何かあったのかもしれないし、まあ、その額縁っていうのは、うん、新しく新調した額縁なんですか、ね、そうですね、その工房さんで今、画材屋さんですか、うん、そこで売ってる額縁だったそうなんで、だからあのよくその、うん、昔からそのオカルトのジャンルで、うん、あの浮き出物っていうジャンルがあって、うんうんうん、はい、例えば何にもなかったところに急に手のひらの指紋とか、はい、手の跡が浮き出てくるとか、うんうんうん、あと最近海外でも亡くなった方の家からいつも行ってた常連のお店まで足跡が浮き出てきて、これを洗い流してもまた浮き出てきちゃうみたいな、だから何かそういう思いとか念っていうものが浮き上がってくるっていう現象ってよく報告されてるんですけど、何かもしかしたらその額縁ガラスの部分にその女性の、そうですね、もしかしたらこう指ってことはってこう何か苦しんでたような念みたいなものが浮き上がってきて、それは拭いても拭いても浮き上がってきてしまう何かそういうものなのかなとかね、うん、そうですね、僕もなんかそれは、まあ、とにかくその絵にはきっと何かあったんだろうなっていうふうには思いましたね、うん、まあでもちょっと飯田さん大変でしたね、うん、ですね、そうね、あれだけ重かった絵をね、なぜ2日目はね普通にこう載せられたのかとかね、それも本当に理由わからなくて、うんうん、っていうふうにはおっしゃってますね、いやでも本当改めていろんなお仕事があるんだなっていう、うん、そうですね、うんうん、なんか割と僕も結構職歴が多彩、実際僕もこの学装をやってた関係でこのお話を伺えた、あの大昔にそうです、学装ちょこっとやってたことがあったん でその時に、はい、一緒に働いてた方からまた劇ですけど伺ったこと、いや本当に職業の数だけ階段があるっていうか、うん、ありますよね絶対ね、うん、でなるほどっていうのがあって、うんうん、僕もこの前あの確定申告で税理士さん自分のね、はい、と話した時にあのその税理士さんがちなみにあの税理士の業界にも階段とかありましてとか言って、はい、なんかそんなイメージないんですけどとか言ってたら、いや僕これ経験するんですけど、うん、あのね相続税の、うん、ね、まあ、自分のご依頼者様が亡くなられてそのね、財産を残された家族の方にしっかりこうね、うん、あの行くようにっていう相続税の、まあ、作業をしてる時にやっぱよくあるのがトントンって叩かれて、うん、で怖くないんだけどなんか振り向いたら誰もいないんだけどなんか亡くなられた方がちょっと頼むね、あの家族のためにあの作業お願いねっていうふうにこう叩かれた気がするみたいな、なんかそういうことがあるんだけど、これ結構税理士業界あるわけで、相続税の作業をしてる時だけ変なことが起こるって、面白い。でやっぱりお金ってね、うん、亡くなった後も、うん、そのお金がちゃんと家族のもとにもう行くかとか保険金も含めてね、はい、でやっぱ亡くなった後すごいやっぱ気になるところだと思うんですよね、はい、僕も今もし亡くなったら家族にちゃんとお金行くかな大丈夫かなとかってすごいなんか気にすごいそこ一番こうね切れる分だと言っても過言ではないと思うんで、なんかなるほどなと思いましたけど、あすごい、ね、あの職業感というかやっぱそういうお話も結構僕好きで、あのタクシー乗るとタクシーの階段やっぱり聞きたくなるから、うんうんうん、あの伺うんですよ、でもまあほとんどないんですよね、はい、あのいやないね、あれでしょ、あのシートが後ろに入れてたやつでしょみたいなこと言われるんですよ、で、あやっぱないですかってなるんですけど、僕そういう時に一つ聞くことがあって、あじゃ あのお仕事しててあるあるどうですかと、うん、よくあることって何かありますって聞くと、あまあそれはあるかなって、でこれ何がある、あの代表的なやつで言うと一日に何度も同じ場所に行かされる、面白いっていうことはあるんですって、でそれとあと一日に何回も同じ人を乗せる、これタクシーやってる方結構経験されるらしいんですよ、だこのあるあるで、不思議な話を聞かせてもらったりすることはありますね、だから階段ありますって言ってもないなになるんですけど、じゃああるあるはどうですって言って聞くと不思議な話、拾えることありますね、そうですね、なんか人を降ろしました、うん、で普通はねまたしばらく走らなきゃいけないのに、そこであ次の人手を挙げてる、そうです、あ
下ろした、あ、また拾えたみたいな、めちゃくちゃ運がいいなって感じる時期、その運転手さんがゾーンって言ってましたけど、時々ゾーン入るんですよねみたいな、かと思うと全然ダメ、うんうん、ですよね。でゾーン入った時って、うん、あのお化けって通称言うんですってね、うんうん、めちゃくちゃ遠くまでお願いされるお客さん、うんね、はい、でこれは見入りもいいし、うん、めったに出ないからお化けって業界用語で言うんだけど、うん、はい、お化けにもその時は会えるんですよねとかっていう、なんかそこもちょっと階段の匂いしますね。そうですよね、やっぱりそのやってる中での不思議な体験みたいな、うん、確かに階段ありますよって、うん、あるあるありますって一つ手かもしれないですね、取材する上での、はい、さすが編集長ですね、ありがとうございますさあ皆さん、怪談カルチャーの、ニュースサイト怪談語り編集長です、はい、ぜひね、あの怪談カルチャーたくさんねここから発信されていきますので、はい、ぜひ、怪談語りの方ね、これからもチェックの方よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。そして、11月あ、はい、9日の土曜日でございます。はい、はい、あのね、はい、林間学校の、はい、そうですね、ね、夜を味わえるという楽しいイベントがありますからね、はい、ぜひそちらも合わせて皆さんチェックの方お願いいたします、はい、お願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。